ステファノ・マガディーノ、ステファノ・マガディーノ、ステファノ・マガディーノ、1891年10月10日から1974年7月19日はニューヨーク州西部バッファローのマフィアファミリーのボス。1922年から半世紀の間バッファロー・マフィアのトップに君臨した。晩年はボスの座を追われた。ジョゼフ・ボナンノとは遠赤に当たる。シチリアのカステッタンマーレ。 デル・コルフォー、以カ,カステラマレと略記生まれ。生まれた時、マガディの家は、園籍のボナンノ家やボンベントレ家と共に、地元マフィアのブチェラート家と構想していた。1909年渡米し、ブルックリンのウィリアムズバーグに定住した。移住当初のウィリアムズバーグは、カステラマレ移民が多く住み、園籍のサルバトーレボナンノ、ジョゼフ・ボナンノの父、リト・ボンベントレなどがいた。 ボンベントレのグループに所属した。1913年、同郷のカルメラカロットと結婚した。1916年から1921年にかけて全米の都市を横断しながら安いオリーブ油を人々を脅して買わせていたという。1916年、シチリアの故郷カステラマレで兄ピエトロがブチェラート一味に殺された。ピエトロ殺害犯の一人と見られた。 ウチェラート派のカルメロ・カイオッツォは復讐を恐れアメリカに逃げていた1921年8月8日ニュージャージーの川で遺体で発見された捜査が始まって間もなくバルトロメオ・フォンタナというカステラマレ出身の男が警察に出頭しカイオッツォを殺したと自供したフォンタナはカイオッツォの友人だったがマガディの乱に脅かされ復讐殺人を強制されたといい 殺した後に自分も殺されると考え警察に出頭したという。8月17日、マガディーノタ6人がカイオッツを殺しの凶暴で逮捕された。フォンタナの証言によればマガディーノラはグッドキラーズと呼ばれ、ビト・ボンベントレが1907年頃にウィリアムズバーグで結成し、メンバーは15人程度、パイブチェラーと構想のほか、ギャングの処刑依頼を広く受け負っていたとされる。 また、グッドキラーズは、イタリアの本部からの殺害命令を実行していたと、言う。マスコミは、グッドキラーズを、暗黒外の殺人秘密結社のようにセンセーショナルに、報じ、殺人数を重ね上げして、報道合戦と化した。マガディーノは殺害現場にいなかったとして、不起訴になり、他の仲間も、共犯の証拠が不十分として釈放され、フォンタナだけが、有罪、無期懲役となった。 釈放後、ブルックリンからニューヨーク州西部のバッファロー近郊のナイアガラホールズに拠点を移した。当時バッファローのマフィアファミリーのボスはジョゼフ・ディカルロでカステラマレ出身のアンジェロ・パルメリア、フィリッポ・マンザーラがディカルロ一家の幹部を務めていた。1922年、ディカルロが病死するとマンザーララに壊れ、バッファローファミリーのボスに就任した。ナイアガラホールズに本部を置き、 マンザーラや、副ボスとなったパルメリはバッファローを管轄した。1923年帝のアントニオ・マガディーノをシチリアから呼んでアドバイザーとした。バッファロー移住後もニューヨークをはじめ北米各地のカステーラ・マレハと緊密なネットワークを保った。1924年、アメリカ国籍を取得した。1920年代、カナダ国境に面した土地柄を生かして、 カナダ経由の酒の密輸に乗り出し、密輸の儲けで、裏社会のステータスが上がった。オンタリオ南部のロッコペ、リーラと提携し、ライバルのスカロニ兄弟と密輸の派遣を争った。1924年、遠跡のジョゼフ・ボナンノがシチリアから渡米し、フロリダに到着すると、当時ナイアガラ・ホールズで、密輸の手伝いをしていたウィリー・モレッティに、ボナンノを迎えに行かせた。 モーダリッツラ・クリーブランド・ギャングが、カナダ産アルコールの密輸のためバッファロールートを使用するのを許可した。1933年、クリーブランドのポレロ一家が、バッファローのコーン手話ビジネスに割り込もうとした際は、構想となったポレロ一家はメンバーを殺されて撤退。1924年から1930年まで、表向きは果物や雑貨の卸売をやっていた。 禁酒法が終わる、少し前からイタリア移民を対象とした、ホームジュースなるドリンクケータリングビジネスを開始し、移民に強制的に買わせた。闇賭博でも荒稼ぎしたとされ、1日1万ドル、稼いでいたと豪語したという。禁酒法が廃止された1933年、ビール会社を設立し酒の合法取引を始めた。1920年代後半、マンハッタン地盤のジョーマッセリアが、 ウィリアムズバーグ周辺のカステラ・マレハの縄張りを狙った時、しぶとく抵抗された。抵抗の背後にマガディーノがいると疑った。マッセリアはマガディーノを呼びつけたが現れなかったので死の宣告を出した。その後、サルバトーレ・マランツァーノがカステラ・マレハのボスになり、対マッセリア抗争を始めたが、ジョゼフ・バラキの証言によればマガディーノは 週5000ドルをマランツァーノに送金して支援していた。また、マランツァーノにボナンノを紹介した。1931年4月、マッセリアが殺され、マランツァーノが勝利の祝杯を挙げたが、マガディーノらは、戦争後のマランツァーノが存在に振る舞うようになったため、離反したという。1931年9月、ラッキールチェアーノがマランツァーノを暴殺したが、マガディーノや、 ボナンのラカステラマルハは復讐せず、ルチアーノの話し合いに応じた。ルチアーノが全米マフィアのネットワーク化を進める中、ニューヨーク西部の実力者として、マフィア重役会議であるコミッションの7人のメンバーに選ばれた。1930年代は、ギャンブル、氷菓子、麻薬密輸などに手を広げ、1940年代から1950年代に、 バッファローの地方組合に進出し、強制を行った。1936年、違法賭博をやっていたバッファローの各ギャングに上納金を要求したとき、これに反発したギャングがマガディーノの家を爆破した、家を間違えられ、妹が殺された。翌年そのギャング団の数人を抹殺して復讐した。1941年、ポール・パルメリの葬儀者を乗っ取り、 犯罪活動の拠点に使った。勢力を拡大し、カナダやニューヨーク州中部に進出した。弟のアントニーを通称ニーヌや息子ピーターを側近に配置し、家族ぐるみで進行したシチリア系のジョンモンタナを副ボスに据えた。1957年11月、全米マフィアの会議でホスト役を務め、会議場所を選定するにあたって、 シカゴを考えていた人ジェノベゼを説得して、ジョセフ・バーバラの縄張りだったニューヨーク州部のアパラチンを熱心に推薦した。この場所は前年警察の手入れが入ったばかりだったため、バーバラらの反対から撤回しようとしたが時すでに遅しで当日は集会中の地元警察にマークされ、全米マフィアの多くが地元警察に拘束された。ニノやモンタナらが捕まったが、ステファノは バーバラ宅の秘密の部屋に隠れ、拘束を免れた。自分の権勢を全米に知らしめようとホスト役を引き受けたのが裏目に出て、会議場所を選んだ当事者としてたファミリーのボスらに、恨まれ、家に手榴弾を投げ込まれるなど命を狙われた。1961年7月、米カナダ両捜査局がマガディの傘下の麻薬組織を摘発し、カナダのトロントのアグエチ兄弟、 アルベルトとビトを逮捕した。マガディーノは、麻薬密輸を保護する代わりに、一定の取り分を受け取っていたとされ、アグエチ兄弟は、マガディーノの法的救済を期待したが、マガディーノは何もしなかった。アルベルトは、妻が金を借りたり家を売って保釈金を、用立て保釈された。アルベルトは、ビトの保釈金は、マガディーノが用意すべきだとし、もしビトが釈放されない場合、マガディーノの麻薬勘用、 ゲンスルとマガディーノを脅したという。1961年11月23日、ニューヨーク州ロチェスター近郊のトウモロコシ畑で、アルベルトの黒焦げの遺体が発見された。1960年代初め、カルロ・ガンビーノが、トーマス・ルッケーゼと共にコミッションを支配するとこれに、組し、ガンビーノと対立したボナンノの敵方に回った。一説には、 ガンビーノやルッケーゼと共にボナンノの暗殺リストに載ったとされる。ボナンノがカナダの縄張りをしつこく狙ったため不信感から仲違いしていた。1964年10月21日、弟のアントニオや息子のピーターらがボナンノを誘拐した。新聞コラムニストのウォルター・ウィンチェルがボナンノがニューヨーク州北部の農場に監禁されていると報じた。 ボナンノと局面収集の話し合いをしていたとされる。最終的にボナンノを解放したが、二度と顔を合わせなかったという。1965年5月、ボナンノの失踪について裁判所に召喚されたが、病気を理由に決した。1962年、FBI がマガディーノの葬儀者に登場機を仕掛け、3年間で7万ページに及ぶ会話を収集した。 1960年代後半、側近が長期収監されると、残った幹部に財政が逼迫していると訴え、上納金を上増し要求したり、彼らに対する年末の高齢だったボーナス支給を凍結した。1968年、マガディーノが直接関わったスポーツ賭博が FBI に摘発された。息子ピーター、配下の賭博ギャングと共に逮捕され、 ピーターの家宅捜索で現金50万ドル、現在の価値で数百万ドルがみなされた。この大金はファミリーメンバーに内緒の資金だったとみられ、一家の幹部たちはファミリー執行部に反乱を起こした。1969年7月、反乱グループは代理ボスにサム・ピエリ、副ボス代行にジョセフ・ピノ、相談役代行にジョセフ・ディカルロ、ジュニアを据え・オスへ、 マガディーノのボス辞任を要求した。マガディーノが拒否すると、コミッションに申し立てをした。コミッションは、長年のメンバーのマガディーノに対して、特にアクションを起こさず、牙の抜かれたトラマガディーノの自然死を待つことにした。1973年、FBI は違法賭博への関与証言を公表することを拒否し、マガディーノの罪状は却下された。1974年、 ニューヨーク州のナイアガラフォールズ近郊で心臓発作のため死去し、付近の墓地へ埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。